はい、皆さんこんにちは。今日はおしゃべり会です。ちょうど、これ増やそうかなと思っていて、ジュエルオーキッド、これを増やしながら、昔いろいろあって、動画にしようかなって悩んでた話をしようかなと思っております。で、ごめんなさい、ちょっとね、多分嫌な気持ちになる人すごく多いと思います、ただその当時いろいろ被害に遭った人とかもいると思いますし、なんかね、その嫌な思いを引きずってる方も、もういないとは思いますけどね、いるかもしれないので、どんなことがあったのかっていうのと、意見というか、なんかそんな話をしようかなと思います。はい、やっていきます。ちなみにやる作業的には、これをブツ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 カットしていって、これに刺していくっていうだけです。今こういう風にね、スポンジでやってはいるんですけど、これは実験的にね、僕がやり出していることなので、あまりおすすめはしないです。何の業界の話かはあえて言わないですけど、出てくる人の名前とか分かってもコメント欄に書かないでくださいね。で、昔の業界で、A さんとしましょうか。 A さんっていう人がいたんです。もうそうですね、何歳ぐらいなんだろう、定年退職とかもしてる、もうおじいですよね。そういう年代のね、方がいたんですよ。で、その業界の間違いなく第一人者みたいな方で、まだその業界が全然こう成熟してないというか、今はもう全然成熟してるとは言えないですけど、みんながまだ始めたばっかりみたいな時に、品種改良みたいなことをやっていたりとか、組織培養とか、いろいろやってた人なんですよね。で、間違いなくその業界のその当時の、トップだと思いますし、日本ではトップだったと思いますし、誰もが実力を認めるような方ではあったんですけど、とにかく口が悪くて、で、いろいろ被害とかもあったんですけど、僕が実際に経験した話だと、昔ヤフオクとかで、その植物が販売されてたんですよね。で、その植物っていうのが、常識的に考えたらですよ、自分の手元にこうやってある植物を普通は売ると思うんですけど、その人はまだ手元にない植物、これから輸入するよっていう植物の販売をしてたんですよ。その人が輸入して、それを落札者が通知受け取って、でお金払って発送してもらうみたいな流れ。だからあくまでも、輸入してからお金を払うので、金銭的な被害みたいなものは出づらいんですけど、で、僕はそれ、落札したんですよ。かなり高かったですけど、まだ日本に入ってきてないっていうものだったんで、実際入ってなかったですし。で、その人の言い分だと、自分は海外の業者からもう全て買い占めたので、自分以外持ってないです、私以外からは手に入りませんみたいな感じのことを言ってたんですよね。で、落札して、どのぐらいで来ますかって言った時に、もう本当何年も前だから覚えてないですけど、数ヶ月後って感じだったんですよ。で、それが最初に言っていた期日からどんどんずれていきっていうか、すぐに連絡とかもつかなくなって、で、いくらも言ってもずっと無視で、結局、1年ぐらい経ったのかな。そう、今のヤフオクのシステム的には考えられないんですけど、その当時何年も前の話で、ひょっとしたら個人的に振り込んでくださいみたいな感じになってたかもしれないんですけど、1年は経ってないか。本当に長いスパンで、ある日突然連絡来て、輸入しました、では時間かかったんですねっていう話で終わりそうですけど、実はそうじゃなくて、多分その人が連絡よこす前に結構いろんな業者さん販売してたんですよ、それを。ひょっとしたら、買い占めたっていうのがそもそも嘘だったのか、そういう業者さんに優先して配って、落札した人は後回しにしてたか、だと思うんですけど、その落札してた時の価格のもう3分の1ぐらいで、ネットとかでは買えたんで、いらないです、つって。そう、それで、その人とはもう取引しなかったんですけど、で、僕の場合は、お金振り込んでなかったから全然何もなかったですけど、なんかネットとか見てても商品全然送ってもらえないとか、そういうのがすごい多い人だったんですよ。そういう悪辣なことをやってたんです。ちょっとその後ね、何年かこう
インターバルみたいなのがあって、その人のあの表舞台からちょっと消えてたんですよ。で、ある日またひょっこりこうネットの海に現れて、でなんかこうこの業界はダメだみたいな、あんまり記憶にはないですけど、なんかもうそんなことずーっと言ってたんですよ。例えばですよ、種類だとかがはっきりしてないの多いんですよ。あと誤同定されてたりとかで、みんなある程度それ承知の上で、まあ、買ってはいたんですけど、ろくに知識もない業者が入ってきた名前をそのまま信じ込んで売っていて、初心者をなんか騙すようなことやってるとかっていうようなことを仮に今言ってたんですよね。仮にですよ。でそんな風にまあね、業界の先駆者みたいなのもあったからね、言っちゃうのかもしれないですけども、とにかくそういう感じの、まあ、意見を言い続けてたんですよ。ただその意見もなんかど素人だとか、なんかいちいちそういう人をイラつかせるようなものの言い方を入れるんですよね。僕もそういうのすっごい嫌いだったんですよ。まあ自分の世界の中だけでそういうふうにやってりゃいいんですけど、だんだんそれがこう広まっていって、人がこう育ててるやり方とかにも何も知識のないど素人が、私というお手本がいるのにそんなことやっていて話にならないとか、知らないよって話ですよね。でなんかこう自分は先駆者であって、あの自分こそが先生です、自分で自分のこと先生って言ってますから、その人で先生は一人で十分です。もう聞いてるだけでやばそうですよね。そういうものの言い方をするんですよ。本当にそんなやついるのって思いません？いました。ネッシーとかツチノコとか鬼とか竜の話じゃないですから、マジでいた。いや、いいんですよ。その人のね、弟子みたいな人とかもいましたんで、うちの先生はこんなにすごいんです、みたいな感じでずっとやってる人とかもいたんで、まあ、いいんでしょうけど、別にそれはその人たちの中でやってればいい話で、なんか他の人に対して、なんか自分は先生です、みたいな感じで、他の人のやり方でやってる人は、あの、所詮は、あの、ダメな素人から習ってるような状態で、上手くなるわけがない、みたいな。話してもだんだんムカついてきましたけど、そういうことばっかり言っていて、でしまいには人の育てている植物に対してって言い出したんですよ。加工品っていう意味ですね。自分の改良しているものとか自分が選抜したものは本物の、この植物、この業界の植物であって、それ以外は全てで、そんなもので満足しているから皆さんは、素人なんですよっていうようなことを言い出したんですよ。ムカつくでしょだからホームセンターとかでその植物買ってるようなやつらは、まあ所詮そんなもんだよねって、でそれを売ってるようなやつらも、たかが知れてますよねっていうようなことですよね。意見を持つっていうのはすごく、ね、別に大事なことだと思いますし、ね、どう思うかはその人の自由なんで、ね、考え方までこう、ね、縛る権利なんて他人にはないんで、どう思ってどう感じるかはその人の自由ですけど、それを人に言ってこう傷つけていいかとかって言ったら、それ全然話違ってくるじゃないですか。あの意見と悪口って違うんで、僕に対してはまだ別件とかでなんか、余計なことぐだぐだ抜かしてきたんで、まあそういうことがあったんですよね。ごめんなさいね。もう話にこう、まとまりもなくて。で、結局、じゃあその人って本当に何でもかんでもすごい人だったのかって言ったら、まあ、実はそんなこともなくて、例えばさっきの童貞の話あったじゃないですか。童貞っていうのは論文とかいろんなものを見て、例えばこの植物は何ていう植物だとか、そういうのを判別するのを童貞って言うんですけど、昔その人が輸入した植物があったんですよ。でそれはまあ割と長らくこう誤童貞されたものが出回っていて、本物がなかなかなかったんですよね。ついに私は本物を入手することができました。素人業者とかの言っている名前をつけたものではなく、本当に論文を見て、専門家にも確認をして童貞を行った本物を手に入れました。販売します。私が持っているものこそが本物なんですっていうふうに言って販売したんですけど、結局それあの誤童貞されてたんですよそう、誤童貞していて、だからその人も多分自分で
童貞してないか童貞技術が甘かったんだと思うんですよ。まあ、多分人にやらせたんじゃないかなとは思いますけどね。でも結局それも何もなかったかのように、その後とかもドイツもこいつもなんか適当な名前をつけて販売しているうんぬんかんぬんとは言ってましたけどね。まあ、だからまあ人の、ね、大事にしている植物を悪く言うっていうのももちろん論外ですけど、やっぱどんなに自分にこう自信があって自分が第一人者だとかっていうふうに思っていても間違えたりとかする可能性はあるなっていうのはちゃんと常に自分で考えておかないと危険ですよね。ひょっとしたら皆さんもいろんな植物扱ってる中で、いやこれはこうじゃないとダメだとか、これはこういうものなんだとか、それは間違ってるとか、まあ、いろんな感じで言われてたりとかしてたかもしれ、したことあるかもしれないですけど、まあ、実際にその意見が本当に正しいっていう場合もありますし、実はそれはその人が勝手に思い込んでるだけっていうパターンもありますので、まあ、参考にする部分は参考にして、まあ、納得がいかなければ流してもいいでしょうし、まあ、さすがにね、今僕が言った A さんほど すさまじい人って僕見たことないですけどね。そうそう、別になんか意見するのが良くないとか、なんていうの、自分の意見を発表するのが良くないっていうわけじゃないんですけど、まあ、どんなにね、自分にこう、自信があったとしても、こう、相手を尊重するっていうね、気持ちは忘れちゃいけないなっていうような気は、その人を見てしてました。間違いなく実力は本物だったんで、まあ、そんな感じです。はい、ということで今日紹介させていただいたのはこちら、ジュエルオーキッドの増殖作業をしながらちょっとした昔話をさせていただきました。まあ、たまにこういうお話し会もあったりするんですけど、それも含めて楽しんでいただければ、幸いです。次回からはまた園芸の情報を発信していきますので、お話面白かったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。